株式会社 G-7 ホールディングスは神戸市須磨区に本社を置く持ち株会社である。参加の事業会社はカー用品店、オートバックス、スーパーマーケット、業務スーパーなどのフランチャイズ加盟や二輪車店、バイクワールド、ミニコンビニ、ミニピアゴ、農産物直売所、恵みの里などの自社ブランド店舗展開を行っている。1975年10月、 兵庫県加古川市のボーリング場、セブンボール駐車場内で、創業者の木下守が開業したカー用品店、オートセブン加古川店として創業した。1995年4月、株式会社オートセブンに、社名変更。店名、社名の由来は、創業地のセブンボールとラッキーセブンにあやかり、自動車を意味するオートを、組み合わせ、オートセブンとしたもの。 主にオートバックスのフランチャイジーとして自動車関連事業を運営してきたが2002年4月に子会社として株式会社サンセブンを設立し神戸物産を本部とするフランチャイズ製、スーパーマーケット業務スーパーのフランチャイジーとして食料品小売事業に進出した2004年4月には子会社として株式会社バイクセブンを設立2006年以降は 企業買収により規模と業種を拡大し、自動車、オートバイ事業、食品製造、販売事業を日本の柱としてグループ会社を増やしていく。2005年7月に創業30周年を記念し、企業グループ名を G-7 グループとし、翌2006年4月のホールディングカンパニー制への移行に伴い、現社名の G-7 ホールディングスへ社名変更した。 G は、グローバル、ガッツ、グループを表し、創業時の店名、セブンを合わせて、G-7 とした。2012年から2016年にかけて、グループ会社の社名変更を行い、G-7 ブランドへの統一を図った。2020年4月1日には、株式会社パンパシフィック、インターナショナルホールディングス参加のユニー株式会社より、 株式会社99市場の株式を取得し、完全子会社か、小型スーパー、ミニピアゴ事業を譲り受けした。事業上渡の理由として、P 側は選択と集中を上げ、業務スーパーなど、食品小売業を手掛ける G-7 ホールディングスの事業内容が、小型スーパーと親和性が高いためとしている。また G-7 ホールディングス側は、東京都、 神奈川県の都心部を中心にドミナント出店するミニピアゴの店舗を取得することで首都圏での店舗拡大を図ることを事業譲り受けのメリットとして挙げているミニピアゴ西小岩店ありがとうございます